さて、ようこそ網走へ。私、田村まさかと言います。知らなかったでしょう。ね、知らなかったでしょう。覚えて帰ってくださいね。ここの目的はね、田村まさかを覚えていただく。ね、覚えていただいて、まあ、私は、そっくりさんとかやってましたからね、そこら辺で知られてはいるんだけど、音楽家なんです。そして、ここで田村まさかを覚えていただく。ね、そしたら地元に帰ってね、例えばお友達にね、あなた田村まさか知ってますか、ね、知りませんって言いますからね、知りませんって言われた時にね、え、何、あなた田村まさか知らないの、かわいそうにそうやって言ってあげるとね、友達はね、知らないの自分だけなのかなと、ね、心配になってインターネット検索します。田村まさか覚えやすいでしょ、田村まさかインターネット検索したらこんなことになります。まず田村まさかず、田村まさかず、ね、その後に田村まさかって出てきますね。そういうわけでね、Google 先生もよく知っていただいてる、ね、田村まさかの方入っていただいたら、これがもう今一番いい状態って言いますかね、メディアだと思うんですよね。YouTube が広がっています。私の、ピアノとか音楽の演奏とかですね、それから、そっくりさんの芸とかテレビに出たシーンも少しは入れてあります。そういうわけでね、 YouTube を通して見て いただくっていうのは、このコロナの影響で、不自由な中ね、一番無理がないなと思ってるんですよね。それこそお客様が、空いた隙間の時間でいいわけですからね。テレビの番組だったら見逃しちゃうとね、もう見られませんけど、録画してれば別ですけど、 YouTube はいつまでも残ってますからね。そういう応援の仕方してもらうのがいいなと思ってます。さて、45分ぐらいまでやります。告知よりちょっと早くから来ていただいて、ね、その分サービスで、ね、音楽をお届けします。まだ何回かこれ言うんですけど、このコロナになってから本当にいよいよ思うんですけども、音楽ってなくても生きていけるじゃないですか。ね、ご飯から栄養を取っていれば生きていけますけど、心の栄養になってるんじゃないかなと本当に思うんですよね。それで、音楽、特に生の演奏から受ける、ね、心地よさっていうんですかね、それで私たちの気持ちが穏やかになって、そうすると自律神経が整います。これ自律神経って大事なんですもんね。どんなに優秀な人見てもね、今日は心臓をこうやって動かそうとかね、できる人見たことないですよね。で、勝手に動いてるんですよね。勝手に動いてるんですけど、悲しいことに勝手に止まって終わっちゃうわけです。私もいろんなたくさんの人を見てきましたね。悲しいことですけど、そういうもんですよね。そこで今一番大事なのが、免疫機能がしっかり働くようにね、バランスを取っていきたい。それはやっぱり心の問題が一番だと思うんですよね。そこら辺に音楽はね、絶対に役に立ってるんだと私は信じております。本当に。そういう気持ちでお送りします。喋ってばっかりいるとダメなんで、8時になったらお客様いろいろ降りてくると思います。来ないかもしれないけどね楽しんでください。田村まさか師匠です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、ピアノが2つある、この会場ってのも珍しいでしょ。こんなホテルもなかなかないんですけどね。グランドピアノもすごく整備しております。ホテルのロビーに置いてあるピアノはね、大体インテリアなんでね、ピアノってとても手間のかかる楽器で、弦が250本ぐらい張ってます、ね、ギターだったら6本しか張ってないからちょっと合わせられますけど、この250本ほどの弦を毎日毎日調律してますからね、調律して、いいコンディションで聴いていただきます。さて、ある農家の方がビニールハウスでモーツァルトをかけておったらしいね。そしたらトマトが随分元気に育ったんだって。試してみたいですよね。だから私らにもね、きっといい効果があると思います。音楽の中でも特にモーツァルト、一曲今弾いてたのもそうだったんですけどね、じゃあもう一曲、モーツァルトのピアノソナタケッヘル311、ね、311っていう数字がいいですよね。東北の震災の、記録の日付です。忘れちゃいけない日付ですよね。311の2楽章を聴いてください。
聞いていただきます。ありがとうございます。あ、こんなにたくさんのお客様、ありがとうございます。改めましてね、田村まさかと申します。今日はね、田村まさかを覚えて帰ってください。知らなかったでしょう。ね、田村まさかその偽物です、ね。でも音楽家なんです。音楽をお届けして、特に生の演奏をお届けして、気持ちが穏やかになっていただいて、ね、自律神経が整って、まあ、もうくどいですけども、このコロナの影響が大きい中、ね、やっぱりしっかり免疫機能を働くようにね、そういうふうに整えていただければなと思うんです。私は本気で思ってますからね、どの学者もまだ証明したわけじゃないですけどもね、まあ、そういう気持ちで楽しんでいただければ嬉しいと思います。45分まで、いろんな、シーンを、お届けします。ピアノも2つあったりしますもんね。そういうわけで、お付き合いください。田村まさか賞、改めて、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ピアノ、グランドピアノ2個、2曲弾きます。パッヘルベルのカノン。ピアノの発表会でも弾くような、親しまれる曲なんだけど、今日のはアレンジがかっこいいでしょ。私最初聞いた時びっくりしたんですけどね、かっこいいなと思って、
アメリカのジョージ・ウィンストンっていうね、男性ピアニストのスタイルでやってみました。さて、グランドピアノ、あと1曲弾いて、ちっちゃいピアノも使ってやっていきたいと思います。ピアノの曲で、一番あちこちで聴くような曲じゃないかなと思います。ショパンのノクターンの9の2をお届けいたします。毎日弾いてるんですけど、ピアノお付き合いいただいてありがとうございます。この生の音ですからね、技術的なことはともかくとしてね、だいぶお客様にいい影響があるんじゃないかと期待しております。さて、私がね、プロになれたのは大好きなピアノじゃなかったんですよね。この楽器なんですよ、これオカリナっていうね、宗次郎さんの功績でね、日本国中オカリナはよく知ってます。それがね、私15年ほど前に山の奥の奥の奥のコンサートにね、誘われた時にね、あ、これがいいんじゃないかなと、ね、値段は安いし簡単だしね、軽い気持ちで始めたんだけど、
それがね、まあこれが良かったんですね。あのこのオカリナはね、ピアノに負けないぐらい、そのなんだろうね、感動が届くっていうんですかね、あの届くんですよ。すごく届くんですよ、ね、単純な楽器なんだけどね。まあそういうわけで、そこら辺のオカリナの生の音でね、楽しんでください。さて、ここの舞台だけはね、もう特別な環境が揃ったんですよ。ちょっと自慢させてください。あのやっぱり生がいいですもんね。あのずっとカラオケでやっておったんだけどね、あの手があと2本あったらな、本当に思ってたんですよ私ね。アホじゃないかって言われるかもしれないけど、手があと2本あったらな、ピアノ弾けるのにな、できるようになったんです、本当に。私ですいいでしょ、ここに座るんです。あの正面のお客様、すいません、ちょっと薄っぺらい人間に見えるかもしれないけど、もうちょっと厚みありますからね。この私が座って、このピアノをね、あらかじめ私が伴奏を弾いてるわけ、ね、鍵盤の動き、ペダルの動きを記録してる自動演奏機能がついてるんです。ですから、オカリナだけでね、ピアノまで生の音でお届けします。だから、いい効果があることを本当にいよいよ期待してます。さて、喋ってばっかりいたらすぐ時間が経ってしまいますので、ようこそ北海道へ、気持ちを込めまして北の国から行ってみたいと思います。もう10年ぐらいやらせていただいてるんですけど、ね、まあ私これ網走で暮らしてるんですよ。でコロナになる前はね、本当にこの網走からね、東京、大阪、九州ね、あっちこっちに呼ばれて行っておったんですよ。結構忙しくしてた。だからあの体の空いた時だけここのロビーをやっておったんだけど、もうコロナの影響でそういうイベントが一切なくなって、イベントいいんですよ、あのギャラがいいですからね、簡単な話なんですけどね、あのだからほとんど毎日のようにここができるようになった。最初は悔しかったんだけど、考えてみたらね、あの私のまあその、まあ、この狭い世界ですよね、この舞台のね、モノマネ芸人から音楽家、いろんな人がいるんだけども、一切仕事がなくなってるんですよ、みんな、ね、そんな中で、ね、私だけがね、こうやってコンサートみたいなことができる、それは幸せなことだな。そしてもう一つですね、このオカリナをやったせいでね、実は教室みたいなのが立ち上がったの。あの何の宣伝もしてないんだよ。オカリナ教えてっていう人が集まってきてね、まあ、私それ檀家さんって呼んでるんだけど、その檀家さんがね、今50人ぐらいいるわけ、ね、で普段はね、檀家周りをしてお布施をいただいてる、ね、だからコロナの影響でもね、私お金に困ることなくね、幸せにやれたのはピアノじゃなかったんです。このオカリナのおかげだったんです。もし
私がいくら好きだって言ってもね、ピアノでねご飯食べていこうと思ったらね、そうですね、今で40年50年やってますけど、あと50年ぐらい練習しなきゃいけなかったろうね。まあできたらね、ピアノっていうのは150年ぐらい練習すれば世界的なピアニストになる、ね、そういう楽器です。オカリナは例えばふるさととかでしょ、まあ1日2日頑張ればなんとかなります。本当にね、あのそういう楽器なんですよ。だからまあこの魅力をね、しっかりと、感じて帰ってください。まずは北の国からでした。さて次はですね、もう一つ北海道の歌を用意しています。今だからこそもう強調して言いたい、知床旅情ですね。知床観光船が事故を起こしてもう一月ね、まだ12名の人が帰ってこないですよね。もう分かんないですよね。もうもどかしい気持ちでいっぱいなんです。あの事故を起こしてから、あそこ3社がやってるんですよ。3社ね、私の友達もそのドルフィン号に勤めてますね、頑張ってるんですよ、ね、ただ1社だけが、もっと細かく言ったらあの経営者だけがしょっちゅうトラブルを起こしてる、ね、今から聞いてみるとね、船体に傷があったり穴が開いてたりね、あの当日もね、あの漁師の方がね、風強いからやめときなってね、だからドルフィン号もオーロラ号も出航をやめたわけですよね。でだからそのカズワンでしたっけ、カズワンの船長もその話は聞いてたはずなんだけど、いかんせん経営者が行けっていうもんだからね、出航したわけですよね。まあどんな気持ちで行ったんだろうな、もう帰ってこないから分かんないですもんね、船長さん帰ってこないですもんね。まあ本当に悔しい気持ちでいっぱいです。事故を起こしてから1ヶ月余り、あのドルフィン号もオーロラ号ももう運航できなかったんですよね。もう そうじゃなくてもコロナですごい打撃が受けてるので、まあ、だからお客様もね、また、オーロラ号、ね、それからドルフィン号はちゃんとやってるから乗って励ましてあげてください。それを思いを込めてね、知床旅情をお送りいたします。知床旅情を知れありました。
十分に堪能してください。まあ、それとね、やっぱりね、ピアノも私も、あ、オカリナも自分でやってますからね、ピアノとオカリナ、息がぴったりです。そこら辺も、チェックしてみてください。さて、もう一曲ね、北海道の歌をお届けしようと思います。これね、北海道の歌って、割と認識がない、まあ、それ以上にヒットしたっていうことかもしれません。ダークダックスが、まあ、昔の話です。大人しか分かんないかもしれませんけども、ダークダックスが歌ってヒットさせた、銀色の道、ね、これは網走から2時間ほど北の方に走りますと、海岸線を走りますと、紋別という町があってね、紋別の、まあ、内陸部ですね、内陸部に金の採れた鴻舞鉱山っていうのがありましてね、まあ、金が採れるわけですからね、いろんな怪しい人もいっぱい集まってくるわけですよね。で、にぎわうね、北海道、まあ、にぎわうって言ったって、北海道の内陸って言ったらね、めちゃくちゃ涼しいですからね、20度とか25度とか ね、マイナスですよ、マイナス、ね、もうめんどくさいからマイナスって言わないんですよね、決まってますからね、25度、痛い、まあ、そんな様子を、作曲家の宮川博さんが、歌にしてできたのが銀色の道だった。ずいぶんヒットしましたよね。さて、オカリナでやるとまた、いいんですよ。銀色の道、聞いてみてください。さて、数年前にね、朝のドラマで取り上げられた作曲家、天才作曲家、古関裕而さんなんですけどね、私ちょっとまあ年代が違ったせいか、お名前知らなかったんですよ。で、そうなんだ、そんな人いたんだと思ってね、ところがね、作品聞いてみたら、みんな知ってるんだよね、聞いたことある。やっぱりすごい人なんだなと思って、その中でね、こういう場で みんなをね、みんなに元気を与えてくれるような、いい曲だなと思ったのが、これです。高原列車は行く、聴いてみてください。名曲ですよね。高原列車、はい。Thank you.
素晴らしいと思います。さて、いつもね、ほとんど毎日あんまり変わり映えしないような興行をやってるわけですけども、いつもね、吹きながらね、次は何しようか何しようかなね、いっぱいあるんですよ、いい曲いっぱいあるんですよ、聴いてもらいたい曲、限られた時間の中で、次本当に何しましょうかね、これいきますか、やっぱりね、人気の曲です、中島みゆきさん、糸。花のように、まあ、古い歌ですけども、オカリナにねぴったりだと思うんですよ、やってみたいと思います。野に咲く花のようにね、ちょっとね、大人になるとねパソコンの文字がなかなか見えないんだよね、わかります、ね、はい、行ってみたいと思います。
こんな時間になってしまいました。45分までなんですけどね、オカリナが良かったのはね、このコンサートで、例えば初めてオカリナの音を聞いたよ、オカリナを売ってくれっていう人が出てきたんだよね。そのオカリナだったらやってみたい、ピアノを弾いててね、ピアノ1個ちょうだいっていう人が、いるわけないよね持ってかれ、オカリナだからね、そのお土産物屋さんでひょっとしたらあるかもしれない、そんな感じですよね。今は販売しております。1個8000円ね、もちろんね、私から買う義理なんてさらさらないです。オカリナの良さが気がついたら、楽器屋さんに行って、楽器屋さんに行ったらね、7000円ぐらいで売ってますよね。プラスチックのはやめといた方がいい、陶器のものがいいですね。それ始めてみたらいいんだけど、その時のためにね、お客様にお土産として1分で分かるオカリナ講座やっておきます。本当1分で分かるね、早く言えよって感じですね。いきますよ。メモしなくていいからね、もう親指は裏の穴ね、親指は裏の穴両方ですよ。残った4本の指は表の穴ね、全ての指に、穴がありますね。この持ち方は実は縦笛、ね、クラリネット、サクソフォン、フルート、みんな大体管楽器はこうやって持ちますね。この持ち方ができたらもう8割方できてる、ね。さあ、表の指を順番に離してみてください。ね、覚えなくてもいいでしょ。ね、こんなに簡単なんだ。そして、1オクターブより上も下も音域結構広いんですよ。それとシャープもフラットも全部出ますからね、安心してやってください。だから冒頭に申し上げましたようにね、オカリナは技術的なことを、置いといて、ふるさとなんか吹いてあげるだけで本当に涙浮かべて聴いてくれる人がいたりね、そんな身近な楽器になりますからね、お客さんも、お家帰って思い出してもらったら、オカリナやってみたらいいかもしれないよ。ただね、一つだけちょっと伝えておきますと、これ陶器なんですよね。窯で焼き上げて作るんだけども、落としたら割れちゃいます。落とさないでね。それと、何なんでしょうね、楽器屋さんで出回ってるんだけど、まだ、認められてない楽器なのかもしれないです。大体音痴です。ものすごく音痴です。私はね、ピアノも調律しますからね、これを調律して使ってるから、いいんだけども、お客様におかれましてはね、くじ引きだと思ったらいいですよね。3個5個ぐらい買ったらいいのがあるからそんなわけにいかないですよね。もしどうしても納得いかなかったら、ここのホテルに電話くれてもいいし、送料だけ負担してくれたら、私のは 440Hz でチューニングしてますからね、これはもう安心して使えるように仕上げております。あんまり数がないんで、どこにも下ろしてませんけどね、そういうオカリナも楽しんでみたら、ピアノよりギターより簡単で楽しめるかもしれませんよっていうお話です。さて、オカリナの音色でね、よくリクエストがもしあるとしたら、この曲だな、ね、今までそうなんですけど、これ聴いてみてください。コンドルは飛んでいく、thank you.
こになってね、このコンドルは飛んでいくって言ったら、ほらアンデスの方のね、あの南米のマチュピチュとかね、あそこら辺の民謡じゃないですか。ぴったりですもんね。まあ実際はケーナっていうあの竹の楽器で吹いてるんだけどね、なんかオカリナに合うんですよね。あのでもね、なんかいろいろ聞いてみたら、オカリナってイタリアで生まれたらしいんだよね。ずいぶん遠いですよね。わかんないけどね、まあ、お金はわかりません、誰か持っていったのかわからないですね。さて、まあ終盤になるんですけども、ちょっとお話だけ聞いてください、お客様におかれましてはね、田村まさか覚えていただいて、まあくどいですけども、YouTube を通して、応援してください。 YouTube でいいねとかね、あの一番いいのはね、あのファン投票みたいなのがあるんですよ、ね、今の小学生の憧れの職業は YouTuber だとかね、まあ、YouTube でプロになるっていうのはとてももう狭いあの道なんですけどもね、あの私もまあ、あの自分 の, あの舞台を、届けるっていうツールとしては、十分あの役に立ってるんですよね。まあできたら YouTuber になれたらいいな。で、あのチャンネル登録っていう、まあ、ファン投票みたいなのがありましてね、一人のユーザーが一人の、まあ、いろんな人の、どんな人の、チャンネルを登録するかっていうのがあって、それが1000件集まると YouTuber になれるっていうことなんですけど、まだね、なかなか、800何十人しかいないんですよ、まだね。ちょっと足りないですよね。まあ、お客様の清き一票っていうのが政治家みたいな話になりますけどね。まあ、それはいいんですけど、時々思い出してね、4年に1回ぐらい思い出して、ね、いいねください。さて、お話だけ聞いてください。アルバムが10枚出てるんですよ。ね。あのね、私ね、まあ、田村まさかですって、そっくりさんでテレビなんか出たりしてるんですけど、本当は音楽家なんでね。あのアルバムが10枚出てるってね、実はそこそこ大したもんなんです、うん、自分で言うしかないんですけどもね。その10枚のアルバムの中で5枚が、オリジナル曲なんですね。で、今日はもう恐縮なんですけども、まあね、僭越ながらって言いますね、自分の曲を2曲、付き合っていただいて、締めくくりたいと思います。一番最初に作ったアルバムに入れました、夏の終わりのセレナーで、まず聴いてください。
とうございます。ね、本当、ね、何の義理もないお客様に、ね、対して、ね、まあ、申し訳ないけど、ね、聞いててください。さて、最後の曲になります。ベーシックシーンという、ね、シリーズアルバムがあるんですよ。ベーシックシーン、それからベーシックシーンのセカンド、スリー、サードね、あるんですけど、私の、ね、音楽の原風景 が 何かっていうのが気がついたわけ。ね、吉田拓郎さんが好きだったりね、バッハやモーツァルトが好きだったりね、いろいろするんだけど、やっぱりね、原風景はこれだったんですよね。ばあちゃんが、ね、祖母が歌ってくれた日本の唱歌、ね、もうシンプルな曲だったんだね、音楽だったんだね。まあそういうわけで、ベーシックシーンの最初のアルバムに入れました、おぼろを聴いてください。心を込めてお届けいたします。本当にね、今日もね、きっとお客様、きっと何かのご縁があったんですよ。それで、ここに、まあ、居合わせて、今日で田村正が何者か分かったと思います。あとでゆっくり YouTube 見てね、ピアノのシーン、それからオカリナのシーン、それから吉田拓郎が好きなんでね、吉田拓郎さんの歌のシーンとかね、それから、テレビに出てる、偽物ですってやってますからね、そんなシーンもありますね。そういうわけで、また応援してください。今日は本当にちゃんと聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。